こんにちは。青葉クリニック美容チャンネル看護師の美咲です。今回は青葉クリニックのテノール治療をご紹介します。テノールとは、高周波によるコラーゲン再生で肌の引き締め。テノールは高周波治療器です。シワ、たるみ、リフトアップに効果がある治療です。高周波治療器は波長が長いほど皮膚の深い部分への治療効果が高まります。高周波が肌の繊維芽細胞を刺激してコラーゲンを再構築させて肌に張りを持たせます。コラーゲンを産生する繊維芽細胞は年齢とともに次第に働かなくなり、ほとんどの繊維芽細胞が休眠状態になります。テノールの高周波はゆっくりと熱を加えることで眠っていた繊維芽細胞を活性化させ、コラーゲンの再生を活発にさせます。1ヶ月から2ヶ月ほどでコラーゲンが再構築されていき、次第に肌に張りが戻ってきます。クリニックだからこその高周波治療器、青葉クリニックで使用しているテノールの周波数は従来の高周波治療器を大幅に上回ります。エステで使われている機器の約100倍にもなる高周波で皮膚の深い部分へアプローチします。テノールはこのようなお悩みがある方におすすめです。メスや針を使わずシワ、たるみを改善したい、手術は怖いし痛いのは嫌、リラックスしてたるみ治療を受けたい、エステ感覚でできるエイジングケアってないの？1回ですぐ効果が実感できる施術を受けたい、周囲より若いと言われたい、たるみも小顔も気になる、加齢のせいかたるみが目立ってきた、加齢じわが気になる、自然に若返りたい、美容皮膚科でのエイジングケア、一番最初に何をしたらいいのかわからない、肌ツヤを復活させたい、痛みもダウンタイムもなし、エステ感覚のエイジングケア。テノールは皮膚表面から皮膚組織に分散させながらゆっくりと熱を加えていきます。痛みを感じることはなく、むしろ温かくて気持ちがいいと評判の治療です。ダウンタイムがないので、手術直後からメイクをしてお帰りいただけます。テノールによる遅延老化施術、老けてくる前に始めるのがベスト。テノールは加齢によって肌がたるんできてから始めるよりも、たるみ始める前に治療を開始することで肌の張りを持続させるコラーゲンの活性化を助けるので、少ない治療回数で長く効果を持続させることが可能です。遅延老化術、テノール治療はたるみを解消しますが、一定期間を過ぎると肌はたるんできます。しかし治療を繰り返すことで定期的にコラーゲンの再生を促すので、加齢によるたるみ症状の現れが徐々に遅くなってきます。デトックス効果、セルライト除去効果の相乗効果。新しく開発されたテノールのハンドピースにはマッサージ機能がついており、脂肪やセルライトによって固められた皮下組織を温めてほぐすことができます。テノールの高周波による熱でマッサージすることで血液やリンパの流れを活発にし、体に溜まった老廃物や水分を洗い流します。肌の引き締め効果だけでなく、血行促進による冷え性改善、むくみ改善など様々な効果が実感できます。高周波で無理なく自然に肌をリフトアップ。食事でコラーゲンを食べても消化されてしまいますので、それが体内でコラーゲンになるわけではありません。リフトアップなどの外科手術は失敗のリスク以外にも、表情が不自然になる、手術を繰り返すことになるなどの問題点があります。テノールのような高周波によるリフトアップは
繊維が細胞を刺激し、コラーゲンを増やし、肌自体が強くなるのを助けます。それにより自然に無理なく肌の張りをアップすることが可能になります。こけた頬はふっくらと、ぼやけたフェイスラインがすっきりと、時間を巻き戻したような自然な若返りが期待できます。テノールは回数を重ねるごとにより効果を実感できる治療です。青葉クリニックでは顔のみでなく首まで含めた施術料金です。1回あたりの施術価格を抑えることで、皆様が気軽に何度でも受けられる価格にさせていただきました。今回は青葉クリニックのテノール治療についてご紹介しました。青葉クリニックは全ての施術が1回プラン、明瞭会計で無駄がない都度払いのみです。無料カウンセリングも実施しておりますので、こちらの施術が気になった方はぜひお気軽にご相談ください。青葉クリニック美容チャンネルでは今後も美容に関する情報をたくさんお届けしていきます。この動画がいいと思った方はチャンネル登録とグッドボタンをお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。